これ五十嵐さんの五十嵐さんのボッカセット、このね台がおぜ仕様、うん、やっぱ こっち最近こればっかしょってたでしょ最近。そう、日本青年ボッカ隊っていうのはこっちの枝がさ結構当たるところがあるから、この長さがあると枝にぶつかってね、そうちょっとダメだから、こっちの重さに慣れたら重い、これやあこっちに慣れちゃったらこれ重い。しかもこれガッチャンのちょいばしごを五十嵐さんが譲り受けて、でここ切って、でこれ日本青年牧歌隊の専用にして、これも軽い方だったと思ったけど、やっぱ重っと思って、これ慣れたら持ってみ一緒に、全然違うから。最新これはおぜ、おぜしよう。8キロくらい、9キロ8キロくらい、こっちが6キロくらい。こっち軽いでしょ、まあ、こっち持ってからだね。わかんないけど、うちらだと軽いってなるけど、普通の感覚だとこれだけでこんな違うのみたいな。重さあるの。あー重たいね。あ、俺これくらいだよ、俺の足が。俺の軽いからこのくらい、俺は全然違うよ。で、フレーム、あ、そうだこの発泡スチロールは重さの重心をちょっと上げるための発泡スチロールだよね。このまんまフレームで、このまんまここになんかドーンって荷物つけちゃうでしょ、1個くらいで。なんか重さ、重りつかなんか荷物をすると絶対重心が下すぎて、そうくたびれるんだよ、腰。そう、腰がもう、だからこれ、このなんかコメリとか売ってるこれ軽い発泡、これで重心のかさ増しして、そう重心を上げてこの辺に持ってくんだよ、荷物の。そう、背中の頭下らあれにね、荷物を持ってきて重心上げると、オゼとかのようなバランスの感覚、そう全然大変さ、全然違う、全然違うっすよね。かさ増しように作ったねえ、重心上げるために。ボッカさんは重心のことを考えて生活してますじゃとりあえず渡辺製菓のケーキ食べません。で、あの皿いるんかな、さっき、いや、うん、皿はいらないです。さっき、うんうん、紹介した渡辺製菓の抹茶ロールケーキと渡辺パンの花豆パンか、うんうん、あの花豆は五十嵐さんの奥さんが作ってる花豆。うん、今年は分かんないけど何年かずっと、そう渡辺製菓のあの花豆パンとロールケーキのあの花豆ロールは、うん、うちのを全部ではないと思うけど、はい、うちのやつももう入って、買ってくれて花豆を、で、あの花豆パンと花豆のロールケーキか、うん、ができてるんですもんね。片品村は花豆めちゃめちゃ有名ですもんね、うん、この寒さの気温と夏の、これ多分どこあるめちゃめちゃあるやんこれ多分なんかこれはちっちゃめのなんかどっかに、またこれはこれでなんか使い勝手が、すごい、あ、確かに小さい、選別したやつ でも片品村のやつがいつも大きいからこれが小さく見えるけど、でもこれが平均的な大きさですよ。でっかいのは多分選別してなんかもうやってっとも、これはこれでなんか、そう、五十嵐さん家の奥さんはこの農家さんとかやってて、でこのお花も五十嵐さんの奥さんが育てた花、はい、知らない、知らないです旦那さんは何も知らないです。でもいろんなお花もね育てて、菊の花を育てたりとかして、聖花、うん、か聖花をね、うんうん、やってるんですよね、はい、そう、五十嵐さんの牧歌よりも全然年収高いですもんね。いや俺の方が多分、いや言わないな俺の方稼いでったら言わないはい、カットです。いいですよ、どっちも好きなことやってるの。はい、好きなことやってる。撮ってた今。撮ってました、今ずっと。そこは使った方がいいよ。あ、わかりました。あの、じゃあ全て使います。あの、ワープのところも全て使います。何も編集せずに。とりあえずちょっとゆっくり食べますか。イエーイ。え、紅茶とかいらない。あ、気が利くね。でもそんなに忙しいじゃん。いや、ケーキを食べるんだから。ありがたい。なんかお呼ばれてて申し訳ないね。お湯沸かさなきゃ。なんか五十嵐さん家にいきなり突撃して
なんか申し訳ないけどね。じゃあお先でーす。これ食ったことある？いや、これないです。めちゃめちゃうまい。あとフルーツサンドが好きなら、いいかも。俺と井上さんフルーツサンド好きだからね。で、まだお湯沸かないからね。え、食べていいの？いや、こっち待ってます。とりあえず今そのクラウドファンディングかのブラブラ歩き散歩ツアーでちょっと話しますか。まず どういう経緯でそのコースができたのか。コースは俺と五十嵐さんのブラブラ歩き散歩ツアー形なんだ。コースまだ決まってんの？マークコース俺の中ではもうもちろんイメージは決まってますよ。でまあ午前中の9時から12時までの9、10、11、12、まあ、3時間を片品村ちょっとブラブラ歩き散歩、まあ、片品村って言っても蒲田周辺がいいかなと思って。へえ、そうなんだ。そうですね、蒲田。蒲田？蒲田そんなに回れる？蒲田じゃあむしろどこでやろうと思ってるんですか。トクラ花咲くから車で行く感じかなと思って、わかんない。なんかブラブラ歩き散歩って名前だから、なんか俳句かなと思って、歩くかと思ってて。じゃあ、蒲田。で、井上さんと俺は、そういう場所が撮ってるんでしょ。蒲田で。それ目立つ。それ目立つよね。よくない？歩くんだ。そう、歩く。まあ、それも、相手によって、ここが興味あります。ここの部落行ってみたいとか、だから、歩く方がいいんじゃないかなって思ってるから、ブラブラ歩き散歩ツアーって名前のごとく。ブラブラ歩こうかなって。尾瀬に行くための片品村って通るじゃないですか絶対、その時に片品村ってどんな村なのか何があるのかっていうのをやっぱり紹介して、でこうそういう尾瀬の思いを持ってるお店とかたくさんあるじゃないですか、渡辺製菓のねあのオーナーだのお父さんだってさ、尾瀬のガイドやってるとかさそういうなんか、そういうのもなんか伝えながら、やっぱこの片品村って尾瀬があって白い息出さないんですよ。白い息出さないな。なんかそういうことを家の中も寒いんだな。こんなマイナス5度ですよ今日外で。だからマイナスよりはここマイナスでしょ絶対。いや絶対マイナスだよこれ。マイナスではない。いやマイナスで。まず砂糖何もいらないでしょ。ケーキが甘い。ケーキが甘いから。それで色ついてれば大丈夫でしょ。どういう発想？はい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 。まあ、あったかい。まあ全然呼ばれてる立場なので。僕も夏休み。いただきます。同じ酸素だった。泊まった時に。泊まったんだ。泊まった時に。そう。去年？去年のこの前行ったシーズンズスクール。時に泊まって。それでその時にもらったそのクーポン券使って生身使って、あ、そうなの。俺クーポン券で買いやがって。クーポン券そうだよね。クーポン券じゃなかったら買わないもんね。おい買ってる人たちいるんですよ。自分の自腹だよね。買えよ。自腹で買えよ。まあ生身に関しては本当にでも、まあ、何を買ってもらってるのかなって考えた時にやっぱり俺の思いを買ってもらってるんだなと思って。はいはい。蜂襲ってくるでしょ。蜂襲ってきます。ガチャガチャするとね。襲われかけたもんね。一回来たもんね。そう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 、ちょうど一回現場来ましたよね。現場来ようと言ったらいっぱい持ってきて。おいしい。うまい。なんか甘すぎないんですよ渡辺製菓の。そう、このクリームも。クリームがそう。なんかこれがありがたい。それも美味しいでしょ。美味しいし。そっちする。そっちじゃない。そっちも別に1個じゃなくてもよかったな。なんで1個でしょ。自分で買ってくださいよ。そんな渡辺が近いんだから。渡辺製菓ちょっと来てんな俺。土曜限定のパンとか。うんうん。結構あれは結構毎週買いに行ってるかな。食パンみたいな。ちょっとこうなったりする。上になってるやつ。そう。今日あったもんね。今日あったっす。なんでと思ったけど。
今日土曜じゃん。今日土曜だ。だからか。そうあるそう土曜だから。イズビネも結構起きると思わなかった。意外といろんなとこ行って。でも渡辺デイカに行くときにはさっきの関越のバスのところで降りて、うん、でここで歩いてきてるの。歩いてる。へえ。すごいわ。ラビンも歩いてる。マジで。ちょっと遠いよね。ちょっと遠いよね。うん、でもその間にいろいろ植物見たりとか。植物に好きな植物超好きなんですよ。五十嵐さんの3倍は好きですね。本当に？ほら、これ。え、なんかおすすめの植物ある？この辺で。おすすめの植物。おすすめの植物。めちゃめちゃ難しい。あ、おでだ。おでだった。なんかガマあるでしょ。あ、ガマ。ガマ。ガマ。あ、ガマ。あれもうつついたらブワーンなるから、あれ秋かちょうど子供散歩しててつついてブワーンの時期でドンピシャですごいの音はすげえの今ほらでボーッとヒットすごいの今もう手に動画ある動画ありますあじゃあこれブラザーアレクサボツアーやろうよ。ねえ。で秋の時期のガマ。すごい。ガマ、すごいガマの時。で、風もちょっとあって、すごいだからすごいやつを手に入れたって。もうこれブラブラアレクサボツアーでいいじゃん。こうやってもう、わーって。動画送っとくかもあるんですね。うん、ブラください。わ。なんか空見て。たっぷりな。振ってみな。チャンスなんじゃないの。うわ。虫が飛んでるみたいな。うわ、食ってきた。なんか自分に食ってきた。やばいやばい。うわ、だからやめだから自分に来てるただ食った。あんこんな種を持ってんのに大してでかくなあのそんなに繁殖しないとか。ガマって外来種なの？いやどうなんずっとありそうだけど。うーんちょっと湿地っぽいとこにあるんだよね。わあ、うん、分かってる。そう、ちょっと湿地だから、だからあれだけ。だから田んぼら辺な感じのところだったんですね。田んぼとか、そう、ちょっと水が、田んぼの、田んぼの
脇の田んぼともね、混ぜ道にちょっとぐちょぐちょってしたとこからピーって生えてて、あれだけ種飛ばしてもなんか見た感じ、なんかアザミの近くにもアザミが生えるところに結構生えてんじゃないかなと思ったんですけど、うわあそうアザミもあんな感じになりません？なんない、あの白い感じに、ああ、ああいう系はねなるよね、吹きの塔とみんなあんな感じでしょ、多少飛ばすやつあ、そうなんだ、まあそうだねでもガマはちょっと別格に量がすごいじゃあそういうガマをめちゃめちゃ飛ばすブラブラ歩き散歩スタート時期と、でも10月過ぎくらいだったでしょ今多分、でも10月過ぎとかでもありだよね、別に相手がやりたいって言えばその時に、むしろ10月過ぎくらいだったら俺たちももっとちょうどいい感じの予定になってくるんじゃないかなって思ってて、そこだったらいいなって逆に思うんですけどね、蒲田だしね、この辺そこら辺で五十嵐さんがいつもブラブラ歩き散歩やってるじゃないですか子供と、うん、だからそのままでいいと思うんですよ、で俺はすごいガマを今手に入れたのでグル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 して、でどっかで五十嵐さんがギター弾いたりとかなんでなんでえ、いいと思うけどね、うん、まあ、参考でいい、それでいいと思うんですよ、いつも歩いてる。で、夏だったら、虫取り網持って。トンボ取んの？はい、俺たち、もう大人、大人ベーでいるのに、トンボで、五十嵐さんが、トンボ、トンボっていうか、その網さばきが、なんか日本一うまいんだ。自称日本一うまいんだって。俺の方がうまいと思ってるんだけど。でも、五十嵐さんは、なんか、俺は日本一うまいからって。だからその、五十嵐さんのトンボを取る、網さばきの対決か、対決だったりあとはその何コツを教えたりとか、これね好きだったらいいけどね、そうそう、あんまりこの会話全然今ここで弾んでないけど実際にやるってなった時には結構これ面白いよ、どんどん興味あるお客さんだったらいいけどね、はい、いやむしろもう五十嵐さんが何をしても多分みんな面白いと思うんですよね、いいんですよ。いい、本当にいい意味で。本当の普通の散歩だよ、多分。そう。あとは、尾瀬こっから、片品村からだったら、尾瀬がここから見えて、あやめ平が見えて。そう、あやめ平が見えて、で、尾瀬の天気とか、この尾瀬僕が出発するときに、うん、今日天気どうかなみたいな感じ、よくまあ見るじゃないですか。うん、で、まあ、今日こんな感じかなとか、一応予想はするじゃないですか。うん、だから僕がやってるけど、天気とかも気にするし、ここでこうやって確認するんですよとか、あと、尾瀬大橋も水場所になってるってみんな知らないんですよ、うん、あ、あれ、ああいうところとか俺も言われてもどうやって見ればそう、あのひねくれてる人はね本当に見えないんだけど、ピュアな人は見えた？水場所や、見えた？バスに乗って真っ直ぐ見ると、真っ直ぐ見て橋に向かって真っ直ぐ見て違う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 、真横？左斜め上上だ、左斜め上、左斜め上、左斜め、あ、じゃあ小学校の辺、そう、小学校と一個そのアパートっていうところ、アパートがあるじゃないですか、プールがあってアパートがあって、うんうん、そのアパートくらいのところから見ると斜め45度くらいから橋が見えるんですよ、うん、そうするともう水場所、へえ、超水場所ですよ、そうなの、写真ありますかあるんだ、写真見て、いや、あれ撮るよね、で、最初の尾瀬大橋で水場所なんだよってやるときに、あの橋の上から通ってるだけだったから、そうそうそう、何が水場所なのみたいな感じで思ってたけど、小学校6年生の時に初めて蒲田にバスで来て、ちょっと蒲田探検しようぜみたいな、初、俺たち小学生だけで来た蒲田、初じゃねみたいな、超テンション上がって、徳良から、はるばる徳良から初めて友達と来た、探検するぞっつって探検してるときに、その水場所に見えたんですよ、だからそのときに見て見てみたいな、あれ水場所になってるっつってだから尾瀬大橋って言うんだっつって、尾瀬大橋って言うんだそう、だから尾瀬大橋って言うんだ、尾瀬がついてんだみたいな、そうそうそう、あ、それはすごくもう俺は分かった、もう未だに全然、じゃああれ、いや多分見ようとしないんですよ、多分見えない、どう見ようとしても角度が、そうですね、やっぱそこの角度、そこのポイントだってみんな知らないですよ、
知らない。でしょ？ブラブラ歩き散歩ツアーで俺たちがここから大勢橋見ましょうよって。ここマークにし言ってね。オレンジは紹介したいんだよ。もうそこからでしょ。ほぼ。ほぼね。でもオレンジは紹介したいんだよ。内緒なんだからそこは。実家は公表されてるかもしれないけど、今住んでるところはちょっと非公開で。やだからなんか。やだ。何かあったら僕とか生卵とか投げられるでしょ。赤投げられそうだね。お前んちーっつって。生卵投げつけられそうだもんね。なんかイメージできるでしょ。全然出てこないじゃん。全然出てこないじゃん。結構俺たち話間を埋めてね。会話で間を埋めてたんだけど。いろんな写真撮りすぎて。花が好きだからね。これは分からないだろ。これ分からないだろ。それ俺が知ってるやつって。それは俺の知ってる。あ、これいいんじゃない、これいいんじゃない、これいいんじゃない、これ。ちょっとこれピントがこっちの葉っぱに合ってんだよ。ちょっとおしゃれ出しちゃってさ。わかります？こっからこうやって水場所がこれ白い額で、真ん中のここが黄色の。わからない。これはわかんないな。いや、じゃあちょっと、もっといいないかな。おい、なんか調べてないの？もう Google 先生とかでさ、あの、おせお橋、水場所に見えるとかでなんか出てこないかな。そっちは絶対出るでしょ。ここ電波通じてる？通じてる、Wi-Fi あるもん。あ、Wi-Fi あるもん。でも Wi-Fi 設定しないとダメでしょ。そうなんだ。今のじゃ、俺には見えない。だってあれですもん、ピントが合ってない。で、あれさっきのやつは下ぐらいじゃないですか。うん、違う。iPhone じゃねえでしょ。iPhone じゃない。バカした？何?iPhone が正義だと思ったらお間違いですよ。でもこれ iPhone よりカメラいいです。あ、じゃあソニーだ。ギャラクシー。ギャラクシーですね。ギャラクシーって何？ギャラクシー、まあドコモの。あ、そっか。韓国の会社で。あ、そうなんだ。俺もよく知ってる。カメラはそうだ、3つも4つも出てきたね。で、Google 出てこないの？ Google で。Google 先生で。これはでも俺は結構伝えたい。これ、このオゼオ橋の。でもこんなことを今 YouTube で言っちゃったら、ブラブラ歩き散歩ツアーしなくても見ちゃうんじゃない？でもそのポイントは分かんないでしょ。こっからが一番いい、よく見える。しかも、あやめ台のも見えるっていう絶景ポイントが。じゃあ俺もそれまで楽しみに撮っといた方がいいかな。もう見ずに。俺今見れてないもん。これめっちゃいいじゃん。え、見ちゃっていい？え、見ちゃっていいと思います。あー、はいはいはい、分かったっすか。これは分かった。だからこうなってんすよ、おぜお下から来てんのね。そう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 、上だけじゃない、下の根っこから。こっから上で水場所の想像は無理と思ってて。そう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 、下は下なんだ。こう見ると、あ、水場所って言われたらまあ分かるっすよね。え、下からだったら左上からだったら下見えねえじゃん。上からだったらって思ってるんですけど、五十嵐さんは。でも俺はあの小学校6年生の時だ、あの時の感動のあの場所を知ってるんですよ。下見えんのこれ。見えるんですよ。もっと左の斜め45度から見えるんですよ。まあ、でもこれ見て分かったじゃないですか。かった。でもこれはもう水場所でしょ。だから小瀬大橋は上が長いねな。でも思ったより多分ね、上の長いのはね、多分ね、あの橋のね、強度の絶対に、あのデザインよりもあのちゃんとした橋を作ったと思います。うん、多分これ切ったら多分強度が高い。強度が、そうそうそう、ワイヤーがね、絶対そうだと思う。でもこのワイヤーじゃないですか、このワイヤー、車で映像撮りながら行くと、うん、なんかワーンって行くんですよ。やったことあるんだ。俺だと好き。あ、でも初めて分かった。よかった、これ五十嵐さんが息子たちに伝えてくださいよ。知ってる、おぜお橋って水場所になってんだよ多分。あ、知ってる。今更って。そうだね、小学校だって片品小学校の子は絶対知ってると思うっすよ。かもしんないもんね。俺たちみたいに北小学校で蒲田になかなか出てこないような俺たちは保育園で散歩で下の公園とかよく行ってっから。じゃあもう橋の下公園とかもうその段階で。そうですね。 あとはそういうね、片下の特産物の
紹介しながらとかで植物とか植生とかで、尾瀬で生えてる花とかもたまにこっちでも生えてるじゃないですか。泉田君も呼んだ方がいいんじゃねえ、詳しいから、形なの植物。あ、うん、全然あれ、あ、今もなんか今無理気だった。じゃあ、じゃあ行こう。じゃ一応ジャパニーズポーターでマサト・ディガレさんって書いてあるけれども、あのサブとして詳しいしね。だしこれから多分あのジャパニーズポーターの YouTube にもちょいちょい出てくる。そうなの、あのサブキャラです。そうなんだ、泉田。はい、だからなんか俺も教わることたくさんあるから、うんうん、そこは教わったりとかして、うん、で俺もなんかなんだろうな、自分が好きなところの尾瀬とかを一緒になんか歩きながらとかも、うん、それから撮影とかも一緒にし合ったりとかしたりしたいなって思ってて、だからこれから結構出てくるんで。だからね、今年ヤバニースポットは盛り上げて、で泉田ももうなんか、そうだね、編集やってもらえもう超大変だからね、マジで。だそれもなんかできるのであれば別にやってもいいと思うし、うんうね、でもこれ俺がお願いするのはまた違うかなと思ってて、なんだろう、泉田君がいい、俺やりたいって言えば、いやいや、それがなんか動画とかも一緒に撮って、で泉田君で作ってもらって、うん、で俺も作ったりとかしながら、あのマー君これちょっと YouTube でアップどうですかとかのもありだし、でさっきあの片品基地にも行った時に、これからちょっと片品村の飲食店とか、うんうん、もう片品村で取れた野菜とかでやってる飲食店とか、こだわりのものとかを、で俺が好きなあのご飯とかどんどん紹介していきたいなと思ってるって言ったから、だから尾瀬だけではなくて片品村の紹介するときにも、うんうん、泉田がなんかいるみたいな。いつもいいんじゃん。なんかいつもいるじゃんみたいな。そうそう。でも尾瀬高校とかもうこれから撮るんですよ、 YouTube で、うん、その時にやっぱ泉田が尾瀬高校案内をするときに泉田をフォーカスした YouTube だったり、うん、で今こんな活動やってますとか、これからこんな活動していきますとか、尾瀬高校説明とか、何部なの今。リカブ、リカブ、リカブ、リカブ分かります。あ、まあ、リカブ、まあ、一番なんていうかメジャーっていうか有名なのは歯科調査。ああ、あれもリカブなんだ。あれもリカブ、あれ自然環境界じゃなくてリカブです。あと丹原の湿原の方行ったりして、夜ライトで照らして、ああ数、うん、数ね、うん、でもそうだよね、鹿、確かに鹿、あれもリカブなんだ。あれもリカブ。今年僕が発表っていうか、僕とその他数人で発表したのが、穂高の牧場の入る水源の森ルート、うんうん、あそこにある木をとにかく数えて、本数を、本数と、まあ、高木層はなんとなくわかるんで、え、高木層、高木層、高い、高い木の層、木の層、あの大白べそとか、ブナシラコバとかは、ああ、標高が高いところに生えてる木ってこと。木の高さが高い、高木層があって、あ、高木層があって、低木層があって、で草本草っていう草、植物、植物、草、え、じゃあ森の成り立ちの感じだ、うん、森の植物があって、構成で、はいはいはい、高木層とかはブナが、あ、高木層はブナとかが占めてるけど、うん、まあ、高木層とか低木層はどんな樹種が多いのかっていうのを調べるために、7人ぐらいで避難小屋までを、とにかく1人1種類、あ、種類決めて、もう決めて、あー、なるほどね。楽しそう。僕7かまど数えてたんですけど。へぇー、7かまどすごいね。いや、7かまど、これ7かまどかもしれないとかっていう似てる気あるじゃないですか、7かまどって。7かまどは分かりやすい、まあ、じゃあ分かるって、ね、まあ分かりやすいって分かりやすいか。そんなめちゃめちゃ数ないでしょ。200本あります。あ、まあまああるね。200本は多いの。結構多いんだ。探したら全部座標を取って、 GPS で座標を取って、どこにあるかっていうのを、高さと、そう、樹高を取って、他いろいろ楓とかやって、あ、でそれを地図に打ち込んでって、うん、それで調べたら、なんかここに多い種類があるけど、こっちに全然ないみたいな。ああ、楓だと標高で全然住み分けてて、へえ、結果が分かったんだ。うーん、まだ1年目なんで全然そんな
量はないですけど、うん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 、これからまあ続けてっていう。へえ、そうするとその森の環境が本当わかるよね、うん、見えてくるよね。そういうこととかをちょっと YouTube でやってほしいな。いやこれちょっと面白いですよ。でも、うん、学校にポスターがあるんで。何ポスターって何のポスター？何のポスター？その研究というかその調査結果をまとめたのを一枚でっかい紙にしてポスターにする。へえ、そんな1枚のポスターにまとまってやるの？まとめられるの？頑張ってまとめる。あ、そうなんだ。でも鹿もありますし、あと徳良の方で山根の山根ね巣箱を設置して、それで数数えたりとか、どんな感じで巣を作っているのかとか調べてて、ね、結構いるんだ山根。山根大勢で全然俺会ったことないっすわ。2回ぐらいで、やっぱり春先もうおこじょよりか合わないっすよね。合わない、合わない。そうっすよね。もうなんかもう冬眠から、まだ冬眠中みたいな雪掘ってたらポコっていってはぁってやって動くから、これ寝てんじゃねえみたいな生きてるけど、まだ全然冬眠中のやつが。山根って雪の中で冬眠するんでしょ。雪とかなんかあれでしょ、うん、雪の中ではないでしょ。ビビったら雪でなんか落ちてたんです。頭丸くなって目つぶって死んでんのかなと思って、でも丸くなってるから、でもこれ冬眠してんなと思って、でなんか昨日そう入れといて穴に面白くない山根を木の穴に入れておいたっていう、はい、なかなかないよこの会話どうしようもないこれ。雪に置くのもかわいそうだし、そうですね、なんか木穴探してへぇ、2回ぐらいよ、見たのは。そうだよな、結構 いる。その調査に僕は行ったことないんだよ。あ、またいろいろ分かれてんの担当がね。山根、ね、本気出すとチョロチョロするもんね。木をこう、そう、ね、枝をこう行くんだよね、山根は。他できないんだよね、あれ、他の動物とか枝こうあったら。あ、逆さでもう猿っぽくこういけるんですか。へぇ、全然歩いて、バーって歩いてる。それが山根の特徴なんだ、うん、へぇ、そうだよね。山根あんま植物か動物よりも植物か